お疲れちゃんです、ラットです。というわけで今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですねこちらの 2.0 ウォールブレイカーをねやっていきたいなと思います。でですね、こう今までここの枠がアイススピリット、だったんですけども、このエレクトロスピリット、まあ、LSP ですね、はい、LSP になった方が今こう普通に使われてます。結構ね、使われてますということで、ちょっとね、こちらの方でやっていこうかなと思います。ですね、LSP がね今めちゃくちゃ使われるようになってきてます。昨日のね、ホグ動画かな、でも LSP をすごい使ったんですけども、こう今キョスケロイジャイとか、まああとはなんだ、いや何でもなんですけど、今までこうヒースピだった枠ですね、まあ、ヒースピだった、まあさらにあとアイスピだった、枠、まあクロスボウとかもですけども、すべてが今 LSP になってて、結構ねLSP 入りのデッキがねすごい多いんですよね。こう神器デッキっていう、こう陸でね攻める、こうエリババなんかエリババムート工場みたいなデッキもすごいあったんですけど、それのあのヒースピの枠とかも LSP になったりだとかで、結構ね LSP の採用率がすごい高いんですよ。しかもこの LSP なんかね結構優秀なんですよね。スケラ受けも優秀かつ、お相手俺のデッキを知ってるかのようななんか特攻さあ、であのこうスケラ受けも優秀、さらにはなんか大型とか、まあ、ラバとかですね、なんかそういう形を作ってきたラバとかにもなんか結構優秀だし、スパーキーとかにも優秀、なんならゴレとかの、まあ、ダクネとかにも結構なんか優秀というところで、なんかね結構強いんですよね。これザップ怖いですよね。まあまあまあザップ怖いが、これなんかウォールブレイカーでちょっと釣ってね、一発怖いけどみたいな。よしよしよし、えこれはウッドが、ウッドが回んなければ一発、おい、いや、デッキー。さあ、今回相手は、高回転のホグライダーデッキですね。なんかまあ、プリンセスの、まあ、アイゴレミニペコウモリでしたっけ、まあ、そんな感じで、ロケットがね、多分あると思うんですけど、まあ、僕のロマンデッキにロケット、まあ、無意味みたいなところありますね。さあ、ディガーで積極的に削っていきます。まあ、コウモリでもしかしたら受けてくれたらラッキーだなっていうので、レシピ追加して、まあ、コウモリ逆サイドに流れてきましたね。で、まあ、相手もウッドを持ってるので、僕のこの、あれですね、ワンチャン怖いですね。なんか、端前プリンとかちょっと怖いんで、気持ち警戒してね。で、こういうのに、積極的にディガーを飛ばしていって、まあ、さすがにアイゴル？アイスピなのか。あ、めっちゃいいアイスピだな。まあまあまあ、しっかりディガーでまあ削っていきたいですね。これ一発運が良ければ入る。運が悪い日だ、今日は。まあまあまあ、そういう日もね、あります。で、相手のホグライダーを完封するのは結構むずいんですけど、まあ毎回一発受けたとしても、僕が毎回ディガーで稼いでいけば僕の方がダメージ入るよねというところでは、ちょっとね、勝っていきたい。相手、なんか何も出してこないな。後ろから来る、ちょっと削りに行く。で、まあコウモリちょっとセパとかしてね。あ、待って、残ってる残ってる、めっちゃ熱い。で、コウモリで受けてくると思うんですよね。だから、毎回LSP 結構添えてもいいかもしれない。なんだこの LSP でタワーダメージ稼いでいく。で、相手のホグをコウモリで受けるときは、気をつけないといけないですね。今、ウッド使った、ハシマイプリンセスとかアイスピとか、あ、これ終わったっすね。ウッド使ったんで、これ。神の LSP っすよ、これ。これで、スケとか出てきても、ビリビリビリみたいな。全然 LSP 活躍しないんですけど。まあまあまあ、使いやすさ的には、使い勝手も悪くなさそうですね。ハシマイプリン警戒で、はい、もうこれはもしかしたらなんなら相手さんお諦めになったんじゃないかなというようなところですけど、まあ、異常に回転が速いのでこのデッキはね一生こう攻めれるし守れるしみたいな。しかもエレスピで相手のねホグとかも止めれると、あ、強い。うわー、一発も入ってない。さあ、このね、マジでこの 2.0 ウォールブレーカーネタじゃなくなる、なんでそこで噛むって感じなんですけど、もうネタじゃ全然ないぐらい、まあ、強いっていう感じでね、はい、強いです。ぜひ皆さん使ってみてください。本当に、普通に使われてます。普通に。大型とかにもね、もう全然、LSP だけですごい世界が変わりますね。なんかゴレとかラバとかの防衛をしたくなった、しやすくなった気がしますね。はい。大型に強くなるっていうのは、まあ、こう、高回転デッキからしたら非常にね、ありがたいで、今相手、ウッド使ったんで、ちょっとウォールブレイカーになんかいろいろね、え？ LSP？大活躍すぎん今のウォールブレイカーにファイブを使わせたのはまあでかいですよね。で、エリアと取ってちょっと悩むんですけど、ちょっとちょっかい出していきます。相手も LSP だ。さあ、ロイジャイの LSP 型ですね。
さあブームですよね、マジでブーム、エレスピ環境でコウモリエレキがいるかどうかですけど、まあ、いないか、もしかしたらまあエレキもいる形かなというところで、丸っと打って処理してあげて OK。 これゴーストスケでね、あのちょっと前の修正で囲めるようになったので、これでね、あ待って全然囲めてね、1個ずれてましたね。まあまあまあ、さあウッド使いましたよと。で相手の LSP レベル低かったんで、多分僕のこのコウモリ死なないと思うんですよ、多分なんですけど。これし、え行かれるんだ、1個下のレベルでも全然行かれるんですね。いやこれ覚えておくのが大事ですね。でまあまあこれやばくないっすか、誰か助けてほしいな、マジでウッドとファイボがあると思うので、まあ、コウモリでね基本的には防衛したい。そうですね、コウモリゲーで LSP がワンチャン来たら引いてほしい。いやーいい、全然全然いや、コウモリ強い、コウモリ強い、コウモリ強い、で耐える。いやーまあまあ、でも結構受けたっすね。今これハシマイロイで来られるとちょっと嫌ではあるんですけども、まあそんな感じでね、耐えれるのは耐えれる。次、まあ、ディガーウォールブレイカーしたら絶対反対受けだと思うので、ちょっとおしゃれにハンターの位置当てますね。でこれでハンターはディガーに向いてウォールブレイカーが入る。いやーもう俺の子なんか、なんだ動画的にね、美味しい感じに相手がしてくれる。でまあこれファイブ多分打たれる。で LSP で行かれるのがちょっと嫌っすね、僕としては。これがそう、あっちに行け、あっち行け、あっち行け、いいねいいね、守りすぎない程度に守っていきたい。でもいやマジで、いや耐えれる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 、いやこれ耐えるのは熱いが、いや耐えれるかこれ、いやー当たる、うん、いや耐えれる、いてー、まあ、4耐えた、4耐えたけどみたいな。うん、とりあえず攻めて、いやこの位置の、いやジムザ、いやー、まあ、ファイボで折れますねあれは、まあ、一応耐えるけどみたいなね、ファイボで耐えるけどみたいな。そうそうそう、で僕はもう攻めないと結構このやばい流れなんでね、攻めます。で、LSP ウッドで完封される。吹き矢は入る。うわぁ、こうなったらね、なかなかこう、ド M ですよね、この試合。LSP がマジでね、ちょっときついっすよね。まあ、ちょっとしっかり攻めてね、プレッシャー与えていって、で、トリトンでタゲが変わる。いや、このね、とりあえずボールブレイカーが強い。うわ、やば。ちょっと待って、LSP でちょっと溶かしちゃおう、LSP で。コウモリ出して、よし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 、いや全然いい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 。で竹取って OK、 バグる、ワンチャンこれ、お前トリトンバグ、邪魔すんな邪魔すんな、いやビリビリ一発でいけ、今のトリトンなかったら全然あったな、もっと。で LSP がやばい、うわめっちゃいいな、その一回で攻めずに守ってきてますね。さあ LSP でも使ったら今回僕のターン、よしよし、耐えろ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 、一発一発だけ、おお LSP くー、なかなかハードすぎる。いやこれやばいっすね、ファイボ系がないのが気持ち的におつらい。これハンターで来い、いやあるワンチャン、ウッドしてくる、さすがにしてくるよね、大体これ一発でも入れたら勝ちなので、真ん中絶対来る。いやー完封熱すぎ、いやワンチャルマジワンチャルマジワンチャル、これ勝ったらさすがに神、いやマジである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 、キヤあーお前バカバカバカ、なんでそっち向いたねんって感じなんですけども、いやー前半あれ絶対耐えれましたというか、まあ、今回この負けちゃったんですけど、負けた、うわウルトラ、まあありがてえ、あいらねえか、あの魔女だったらいい、うわここで魔女を引く、さては神なんですけど、これね、これ相手が好きだったら全然余裕で多分守れてるんですよ、僕のコウモリが優秀で、今回 LSP にね負けたんですよ。でちょっとねトロ低いんですけど、まあ相手多分乾燥してるので全然ね、はい、まあいいかなというわけで、こうマルチでやるんですけど、 LSP に今負けたんですよ僕は。しかも1個レベル低くても、さっきの試合だったかな、普通に LSP、あれなんですね。格1個上のレベルだったら、コウモリ処理できるっていうのが強いですね。あ、見てほら。また LSP なんですよ。これ皆さん、ぜひ、
こうなんかスケとかアイスピとかコウモリとか、まあコウモリ違うか、スケアイスピ、まあイチコスケ使ってる人は、ぜひね、そのイチコスの枠をLSP か。LSP でやると、いや結構ね、勝率上がるんじゃないかなっていうぐらい、LSP が強いです。てかまあ使われてますね、本当に。そこでもあの、ウッドまでしちゃってね、こういうとこでゴリゴリいっちゃうんですね。え、お前そんな来んの?みたいな思うじゃないですか。でもそんな行っちゃっていいんです。いいんです。いやもう余裕で、てかめちゃくちゃ入りますね。ウォールブレイカー。まあマジで回転が速いので、もう本当に LSP だけ辛いですね。相手が LSP じゃなかったらもうスケコウモリ無双するんですけど。さあ、とりあえず今回キョスケですね。まあ、これアイコレで逆再誘導でいいかな。コウモリで溶かせたらラッキーぐらいで。わ、出た。いやマジで、こう見ると、まあ自分たちがね、こうウォールブレイカーとかスケコウモリ使ってるっていうのはあるんですけども。まあですけども、結構強いです。あ、これはさては、まさか、いや、ウォールブレイカー強すぎん?で、ここもね、まあ、スケとフキアとかで耐えれると思うので、まあ、そういうことですね。マジで、ぜひね、まあ、一枠、この一枠悩んでるんだよなとか、なんでもいいなとか思ってる人とかも、ちょっとね、はい。わ、デッキ、わ、なんか回しにきいわ、重たいわとか、ちょっとコスト重いなとかね、あれば、こう、役割が被ってるカードとかを見つけて、それをね、1枚 LSP にすれば、もう回転速くなるし、みたいな。ちょっと、今回の対戦、完封、ちょっと目標でね、はい、勝っていけたらいいかなと、思います。今度からちょっとね、ラットワークはしっかりトラ上げしていきたいなってずっと思ってるので、最近っていうか結構ね、サブアカバックずっと触ってたので、そこでね、ウッド、多分何人にも当たんないんですけど、いやこれで、ズコンと。で、なんならここで巨大スケルトンがね、まあ、溶けるっていう。いや、本当に。こう見ると、いや、このデッキ強すぎじゃねっていうぐらい強いんですけど。で、LSP が来るな。LSP 用にウッド当てたかったけど、間に合わず。さあ、これ相手のデッキ、キョスケロイジャイですね。結構、流行ってるっていうのか。流行った?流行ってる。流行ってるデッキですね。まあまあまあ。よいしょ、延命してあげて。いや、この吹き矢延命は激アツじゃないですか。まあ、イカれちまうんですけども。まあそんなわけでね、本当に自分も相手も LSP 大活躍環境ということでございます。いや、これはね、文句ないでしょ。これなんかマザーネクロとか強えとか、マザーネクロがどうやらとか言ってると、マザーネクロ弱え。あれ、やばくないですかって。あれ全然強くないですよってすごい言われるんですけど。これはもうね、皆さん文句言えないですよ。どっからどう見ても LSP は強い。はい。結構ね、間違いないと思いますね。万能。いや、こんなに来るとは思わなかったですよね。まあ、ヒースピが強すぎて、この LSP が、まあ、あんま使われなかったとか、なんか、注目されなかったのは多分あると思うんですけど、なんか結構、思った以上に、使い勝手がいいっていうカードですね。さあ、今回相手は、まあ、ジャイかな?これ内側。待って、やばい。内側だからと思ったら、一回。やばい、危ない。あ、LSP ナイス。まあ、僕の方がダメージ勝ってますね。で、ウッドを使ったか覚えてないな。回ってるかな、これ。まあ、回ってたら回ってでいいんですけど。いや、回ってないですね。ラッキー。まあ、ミニペウィザード。まあ、よく見る編成。しかも、こういう小物デッキだと、結構ウィザードの処理とかが大変だと思うんですけど、ちょっとその辺ね、はい、皆さんにこう、まあ、真似していただきたいというか、ちょっとコツをね、話せたらいいかなと思います。まあ、一旦逆は攻めますよね。で、無視できない攻め。無視したらタワー来れる攻めを積極的にしていきます。ディガーだけだと無視されるんでね。まあ、ディガースケとかでもいいと思います。で、あれはどうせジャイを対応するので、スケを出さずに、さ、対応で、ウッド、これウィザード来るな。よいしょ。いや、来ない。ウッドが来た。で、相手、柳雨だったな。まあ、スケとちょっとコウモリの位置をずらして、最低使った、ここは、D が飛ばしてね。まあ、ウィザードしか体育ないと思うんですけど。まあ、ウィザードを出したら、コストないよね、君、みたいな感じで、ウォールブレイクを飛ばすと、そっちが対応されるって感じですね。いや、まあまあまあ、こう、まあ、このデッキがね、デッキが結構強いですね。まあ、皆さんもこう、遊びとはなんかちょっと、遊びって言ったらちょっとあれですけど、なんかこう、結構上手くなるというか、小物のね、使いが、まあ、1コス2コスを無駄にしないって感じですね。今のウィザードとかも、
まあ、今のはちょっと際どいかもしれないですけど、こう大事な場面とかでなんかコウモリがウィザードに出した瞬間焼かれるとかあると思うんですけど、まあ、そういうのをちょっとなくしてね行くと、アイゴレでしっかり竹を取って後ろから出すとか、なんかまあ細かいことなんですけど、まあこういうところですね。こういうところでスケとか出してもウィザードに行かれるじゃないですか。なんでこうしっかり竹を取って、竹を取ってみたいな、こういう細かい、まあ作業なんですけど、これも結局慣れなんで、よいしょ。ぜひね、やべ、待って待って、そんなこと言って負けるのはやで。ダメダメダメ。いやでもこれで、ライトニング、ウッド待って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 、あ、でもあと100までいってますね。ここの決め方はね、やっぱこうちょこんと、はい、素晴らしい。まあそんな感じで、最後のウィザードの部分とかね、ぜひこう、まあ、丁寧に丁寧にが大事ですね。ダメージを受けてはいいんですよ。もうダメージ受けていいので、こうキングを折られないようにしっかりこう確実にね、タゲを取って後ろにユニットを出してみたいな、そういう部分をね、はい、ぜひぜひ皆さんも気をつけてやってみてください。というわけでね、今日はこの 2.0 ウォールブレイカー LSP 型でした。よければ使ってみてください。それでは終わります。よければチャンネル登録、高評価ね、コメント等もよろしくお願いします。ではお疲れちゃんでした。またね。